麻雀、ボート、スロット、なんでもござれ、リアルゲームならお任せ、トモタです。はい、 ADMM パチタウンホール次戦闘館初登場となります、鈴木亮子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は大気と橋フジサンデーにお邪魔しております。で、企画はこちら。3回目となりました、このアルティメットガールズバトル、うん、私の登場2回目なんですけど、はい、決勝に残れないと実は今日が最後になってしまう。ねえ、あの私見ましたよあの撮れ高のなんか、いやしょうがないですよ、佐田さんの引きとおっぱいがすごすぎて、あれは卑怯だよねいやいやいや、もうあれが彼女のやっぱり輝きなので、いやでも本当楽しかったです。もう佐田さん2回終えて72ポイントなんです。すごい断トツですよね。まあまだチャンスが、チャンスありますチャンスありますよって、私友田さんをあのなんかフォローしてますけど、そうそうそう、私相当卑怯なんですよね。だから取れ高勝負って一番苦手なんですよ。でも、うん、あの引きとかじゃなくてやっぱおっぱいと足さえ出してれば、だからそこで勝負するとこがないから引きでしか見せられないっていうでもまた顔があったら大丈夫。いやいやいや、もう喋っていかないと。これ多分あのチェリーが揃うたびにカメラマンさんに向かってキャラじゃないもん、うん、なんか普通のね、はい、あのちょっとタレントさんとしての活動があって、いや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 、ファンの方もね、あのツイッターとかでもいっぱい絡んでいただいてありがとうございました。すいません、勝手に調べてファンになりそうです。はい、昨日ねちょっと絡ませていただいて、あ、そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今日一日ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。ライバルなんですけど。仲良くやろう。できたら楽しくやりましょう。そうしましょう。まあね、でもひとまず勝たないといけないんで、勝負なんでね、一応ね、うん、そうですね、頑張りましょう。まあ、これだか取るためにいろいろ奥の手、表の手も出しながら頑張っていきますはい、よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。あー、本物だ。どうかな、どれかな、これにします。前回ね、オキドキリセットかかってて、お、なるほど。で、なんかチャンス抜け打とうかなとも思ったんですけど、ちょっとそういう普通の立ち回りやってるとつまんないかなと思って北斗とも打ったんですよね。何打とうかな。でもね、北斗ともリベンジしたいもあるんですよね。うん、まあじゃあ前回と一緒、北斗ともからやりますか。では本日一発目はこちらの北斗とも、決まりました。頑張ります。花のケージを打とうと思って今あのグラフとか履歴見てたら、いや私こっちにしようかなと思ったんですよ、真ん中にしようかなと思ったんですけど、まあ、友田さんがあのさーっと来て、いやこんなのだったらこれがいいんじゃないですかと、いやこれが友田さんが親切で言ってくれたのかわかんないですよ、貶めようとしてるのかもしれないけど、確かにって感じだったんで、勝負スタートしようかなと思います。はい、前回北斗ともで運よく500枚乗って、まあ、見せ場作れたはいいんですけど、そこからトントンまで、捨てられちゃったので、リベンジしてまいります。
アルティメットガールズバトルの様子がなんと左をちょろっと見れば流れてますね。なんかただ単にあれ今 何選手だったかな、大地選手かな、今多田さんにすごい似てる人とか思って、多田さんでした。でも自分は事件のカラスだったりもするからね。まあ早くも137ゲームちゃんと上がってくれそうです。でこっち始めるとかないよ。両手でパンパンしちゃうぞ。お、かっこいい。ちょっとかっこいい。パンチ。なんかさ、こう突き指とかしそうだよね。大丈夫かな。さっき避けれたじゃん。ねえねえ、今パッと左見ちゃったの。いるよね。まあまあ、こういうもんですよ。で この時もね、北斗ともからのおきどき楽しかったけれども、今日はおきどき打つか悩んでるんですよね。多分もともとさ後がないんで結構仕掛けてくると思うんですよね。今日55ポイント取るって意気込んでましたから。だから私もね、ちょっと負けてられないわけですよ。はい、というわけで今1万円使い切りましたので、ちょっと友田さんの予想見に行きます。正規バトルじゃん。ラオのステージに移行しました。まあ開けないけどね、早く見つけてほしかったんだけど。あら、ザギさん出てきました。よかったよかった。あー、さっきハンカチ置いてきちゃったから負けないわ。めっちゃ怒ってるよ、ケンシロWe'll be right back.
先生と、原哲夫先生もう名作ばっかりですか。私結構読みましたね。泣けちゃうもんね。いやまあ一番ね、ケーキが好きかな、ストーリー的に言うと。どこが大きくなったのか言ってごらん。はい、かっこいい。さすがに大きくなってる。まあまあ50、許しましょう、許しましょう。当たってないの？投資いくらですか？予選？投資予選。しかも6回？うわ、計測してるし。すげー。だよ。あっちはどうですか、ケイジ？めげそう。めげそう？じゃあ見に行こう、見に行こう。いやだ。いや、なんか降りたいから見に行こう。いや、違うね、逃げ。あー、出あるんじゃないかな。ちゃんと披露したんだ。そう、ノーナさんの助言を受けてこの台に来たんだけど、やっぱ貶めるために言ったんでしょ。まあまあまあ、私のね、直感が働いたんですよね。期待値じゃないわけですよ。今、まあ、据え置きだとして今、いくら？760ぐらい。まあ、あと250ゲームも回せば、まあまあ、絶対いきますよ。まあ、やりますわ。悲しいね。いや、別にいいよ、私こっち打っても。どうぞ。ここまで回ったんだからやるよ。じゃあ、私後半に向けてちょっと頑張っていく。そうですね。まあまあ、私が55ポイント稼いでからにして。そう、じゃあ、今日は私30ポイントぐらい。55ポイント。いや、分かった、頭いい私。100ポイント100ポイント稼げば問題ない。100ポイント100ポイント。いや、前回の多田さんですらあのポイントだよ。しょうがない。だってね、100ある。編集の人にこういうのやれば大丈夫です。裏からちょっとなんか差し入れかなんかしてね。じゃあちょっと頑張ります。私も頑張りましょう、頑張りましょう。バイバーイ。まあ、ただいま私の中断中に。では、行きます。もう、これで頑張って。超えました。お、いいよいいよ。
まだ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 やめ、まだ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 、あー140、かっこいい。でも冷静に考えて140マイル。さて道のりは長いですね。また宿命に戻ってしまいましたけれども、まあ、さっき調子よくね、ポンポンもっと上がってくれてたら、更新も夢じゃなかったのに。力を借りたい。借りれません。まあ、本当に恋持ちがいいっていうことは救いですね。投資はだいぶ抑えられますね。ただもう本当に単発で終わってしまった場合、そう A プラス ART なんで、まあ、ボーナスのみで ART 入らなかった場合がね、もう地獄でしかないんですけど。お、伊達様この後連続演出
という感じです。あ、一応緑まで行ってるんでちょっと期待しようと思います。で、奥村違うか、お刑事、これ刑事が相当ですね今、連続エース前田刑事なんで77%期待、これは外したくない。あ、しかも赤文字タイトル赤、外さないでよ。攻めて強調
ックですね。さあこの後キクサボードに入りまして、ここで戦国ラッシュ継続するかどうかですね。
です。お父さん、私カラオケで高校生の時にカラオケ行って、これ歌舞伎から入ったから、それはそういうのないって言われてます。そういうのないって高校で歌う歌ではないよ。いやー嬉しい、ありがとう。これで私ちょっと極みビッグだったら言うことない。どうだろう、そんなうまいこといかない。あれロングフリーズって極みビッグ確定ではないよね。やったー、これで来るって決まった瞬間だもん。だってメガミ来たわ。はい、では鈴木さんの横に移動してまいりました。昔からね、女の子と横で並び打ちがしてみなかった、ただそれだけ。前半あとね1時間ぐらいお昼ご飯までにあるかなと思うので、横でもうケージをぶっ放し出した鈴木さんの横で打ちたいと思います。はい、エキュアメビック消化しまして、この後刃物の風の前で、まあ、これはもうテーマの極み覚醒なので安心して、ただねテーマの極みなんですけど、まあ一応そのマイゲーム、3桁の制なんですね。で1ゲーム確定で、まあ、2ゲーム以降は 75% ループかな。で私、まあ、以前テープの極み入ってもう今日はもらったと思ったんですけど、200ゲームしか乗らなかったんですよ。だからね、ちょっとその引きは不安ではありますね。歴代ね、やっぱりテープの極みあるんですけど、どの機種もちょっと私の引きが弱くてですね、せっかく入っても乗らないっていう、ほぼほぼ乗った経験がないっていう。いや今日こそですよ、今日こそ。これ全然4桁とかありますからね。そうですよ、だから動画とかで見てると結構もう大幅に乗せてる動画よく見るんで、私も今日こそ発生します。こっちで行きます。あー怖い。よし行きます。この後です、この後。怖い。お、赤だ。これは大丈夫でしょう。はい、
私はもう最悪。赤いふすまが出てきました。これでチャンス目かな。チャンス目もちょうだけちょっとわかんないけど、どうなるんだ。伊達さんですからね。発展先伊達だけどキセルあるからな。おー、やったー。これジンジン言ってるのは私のじゃないです、お隣さんです。で白、ここだけ白狙えばいいってこと。あった、あった。見つかるのすごい時間かかりました。なるほど。もともと目押しが下手くそなのに難しい。
酒。まあいいシーンですよね。かっこいい。よっしゃ来て。よっしょー。脱げる。こうやってボーナス中にもゲーム数は載せあるんですけど、ボーナス中でも100とか乗るときあるみたいなんで。
ールでいっぱい書く方が楽しいです。あ、でもボーナスとかも途中で当たったりするんですもんね。これは強チェリーを期待してよろしいのでは。ザクチェリーですか。フォーク。これ何これ、ここなんか増えてきますけど、これ何ですか。あ、これは押しててゼロになったら戦がたり、レッドです。突入。ボーナスはいつでも見れそうな気がするんで、すごい。私女の子にスロットのことを聞くとは夢にも思ってなかった。私も教えれるほど上手くはないんですけど、だって鈴木さん、あの顔だよ。あんな可愛い顔して。あ、これ、押さないとだから。あ、これはどっち？モノノフじゃない方。これは成功したんだけど、何が成功したの？すごいすごい。わかんないけど、ステージがかっこいいから何でもいいよ。さて、モノラフの前に来ました。昇格中選手、まあまあまあ乗せればいいんですよ。乗せればいいんですよ。あら、これ何？ヒールロック。180m？ なんで乗ったの？わあ、ちょっとピンチの方が遅くなりましたが、すごくない？あ、もう一回やり直すね。わー、180m。嬉しいな。プチフリーズしたかと思ってちょっとびっくりしました。報告。ぬるすぎた。
びっくりした、結構張るのかなと思ったらぬるっと入っちゃったね。そうだね。中間報告しよう。しよう。しようしよう。前半戦振り返ってどうでしたか。私はですね、まあ友田さん相当低資金で当たってたから。そうなんですよ。うわっと。で結構台が静かだったからどうしようかなと思ってドキドキしてたらまあそっからねボーナス引けまして、でなんだかんだ伸びて、うんうん、今1600枚ぐらいかな。ねっ、ダルティー残してやつな。あ、一撃ですよね。いや一回抜けて。あ、抜けてましたっけ。で、そっから通常時で抜けてた。そう、通常時でロングフリーズを引いたんですよ、私。そうでしたね。で、友田さんが隣に移るって言って、うん、じゃあ今直前でした、ね、そう、移動するからって言った途端に、うん、そうでしたね。まさかまさかの女神。女神だ、本当にでしたね、よかったです、うん、で、私も途中から見れたし、演出よかったです。初めて見せていただきました。よかったよかった。友田さんは、私ホッタとも一番最初4000円で、うん、そこから一撃ペロペロペロっとペロペロとね、まあ出まして、うん、でそこから移動して、まあ、まあ刑事横で座って並び打ちがしたかったんですよ、うん、それでまっ、あ、すぐ当たり今、1000枚ぐらいペロペロ。そう、本当に刑事もなんか簡単にどんどん当てていくから、はい、簡単、はい、簡単、簡単、スロート簡単。いや、そうじゃなくても、うん、やっぱり楽しいなと思っちゃいました。ね、楽しい、本当に。まあ、一応勝負は勝負なんですけど、うん、横で並んでこうしてるとね、うん、お互いの演出見たりとか、うん、楽しいです。私も初めてだったんで、うん、いろいろ教えてもらえて楽しいです。いや、全然楽しいです。楽しい。後半差し掛かりますけども。そうですね。そうです、ちょっともう満足したかなと思ってたので、まあ、次打てる台が、ああそう、朝一まとまきがちょっとどうしようかったように私は見えたので、はいはい、まとまきが空いてたら、うん、まあまとまき全然打ったことないんですけどちょっと触りたいなと思ってはいます、うん、なるほどです、ね、後半戦は、後半戦はとりあえずできたら刑事打ち続けたいんですけど、うんうん、まあね、ART 中いかんせんね、まあ、単調になっちゃうんで、ここでまあドカンとなんかね、いい演出が弾けたらなと、ね、じゃあ次引くとしたら何弾きたい。次は、でも元々さん弾いちゃったけど、うん、戦語りで成功したいな、うん、そうですね、うん、あれやっぱ成功したの私良かったんですよ、ね、いやすごい良かった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 。まあじゃあとりあえず、うん、まあお腹もいっぱいになったことですし、はい、まあじゃあ後半戦も頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。頑張っていきます。心もとない。
ゲームです。
だろうか。準備中なん、準備中、昇格チャンス中なんですけど。7バもうこんなになるときばっかり。これ面白いですね。今度からこれ使おう。練習します。ここがこうしてあらって、うむわからんです。はい、で、はい、
本題。わあ、ついに。まあ、復活はあると。あるけども、復活してくれるかな。復活した。やったー。やりました。また。また三十ゲームなんですけど。もうやだ。
ただきました。もうほぼほぼ2台、まあ最後のアベチは遊べたから良かったかなと思います。終了。本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやもう楽しすぎて疲れてないけど楽しかったですね。なんかもう勝負っていうか楽しかった。単純に私楽しかった。もうねただのスロット女子会ね。楽しかった。いや楽しかった。ワイワイね。そう。これどんぐらいだろうみたいな。なんかどんぐらいだろうみたいな、ね。いろいろ教えていただいてありがとうございます。いやいやいや。楽しかった。なんか二人でワイワイ言い合って楽しかったです。よかった。うん。結局ケージしか打ってない。やっぱりね、愛を貫き通した私は。かっこいい。私いっぱい浮気しちゃうから。はい、まあでもね、その分いろんな見せ場がね。そうなんですよ。みんな出してくれちゃうから、みんな相手しないといけない。おおそうそう忙しかった忙しかった忙しかった。そうで結果は結果はですね、私まノーナさんに比べてちょっと投資の方がかさんじゃったんですけど、なるほど。はい、こちらですね、私は2253枚、はい、上出来公開いたしまして、まあ、投資が600枚あるんで1653枚プラス。なるほど。はい、でも私にしては上出来なんで、いやいや他人にしても上出来なんで勝ってるんで大満足。本当に良かった。楽しかった。楽しかった。横で来てて嬉しかった、うん、ありがとう。良、うん、かったです。ありがとうございました。友田さんは、僕は、はい、1885枚、うん、です。これ投資がね少なくて200枚ついてました。4000円で、うん、どうもありがとうございます。本当そうなんですよ。北斗様でね最初ペロペロっと出して、ペロペロケージでもペロペロっと出して、うん、あとアベシにペロペロっと流したぐらい。結果これです。よかった。いやすごいね。まあ本当はねここでそれだけポイントを気にしなきゃいけないところなんですけど、忘れてました。私いい気分だから、うん、もうこのまま新幹線でビール飲んでもいい気分で帰りたいね。あれビール飲めるんですか。ビールその顔で。なんでそのどの顔。可愛い女の子大体ビール飲めない。カシスオレンジとかいうビールしか飲まない。その横で日本酒しか飲まない。あちょっとビールくださいっていうタイプなんで、じゃあ帰り、うん、帰り一緒にビール飲みながら帰りましょう。乾杯して帰りましょう。そうです ね。やったやった。うんうん、うん、で取れたか。まあまあどうなってるんでしょうね。いいよ、だってもういいよ、次回も、うん、まゆみさんの足とじゃあさださんのおっぱいで、おうもういいよ。次回は私とまゆみさんだから。あそうですね、次回はね、はい、次はね来月は話はじゃあ残りは新幹線の中でビールを飲みながら、そうですね、じゃあ私たちも、はい、帰りたいと思います。本日はどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。